めんどくせえ。娘がからかわれて、割と仲良い子に助けを求めたと、優香側に寄ったらしいの。そしたら邪険にされて、からかい側に混ざるみたいな態度取られたのね。それで、後から、その子がごめんねって言いに来たから、もう友達じゃな?言って怒ったんだって。相手のお母さんから、怒りの LINE が入ったのが先週よ。もう既読スルーでいいよね。子供の喧嘩に親が出てくるところとは付き合えないわ。なんかね、からかわれるのは理由があって我が子は悪くない空気読んだだけ。優しい子なのにひどいって言われて傷ついてる。あなたの子のせいで我が子がいじめっ子に思われてお子なんですけど。みたいな内容なの。どんな返事しろってのさ。謝られて許すかどうかなんて子供が自分で決めることだわな。スルーでいいでしょ。小学生?子供同士のあるあるだね。言っている子たちは少し悪ふざけしてるつもりでも、言われた側は嫌なことをしつこくからかわれるとすごく傷つくしね。違う友達と仲良くできるならそっちのがいいわ。何歳か知らんけど、その程度のいざこざなら子供同士の世界で完結させた方がいいと思う?仲直りするにしても、喧嘩別れになるにしても、子供同士のことですからって返そうかどうか、週末ずっと悩んでたわ。子供に任せるわ。助けてほしい時に加害側に回られたらちょっとな。ほんで、自分が被害者みたいに親に言って、親が出てくるわけね。正しい意味での八方美人よね。関わらないが吉。そうよね、既読スルーにして子供に任せるわ。そういう時に立ち向かえる子ばかりではないのは承知してるけど、あなたの子のせいで、はないわ。その子は、誰とも揉めない良い子って印象だったけど、からくりを知った感じだわ。風緑のキョロミツルだったのね。あんまりヒートアップしたら、どっかのスピーカーに相談がてら内容を見せたれ。揉めたらそうしようかな。その子は、おとなしくて、先生受けのいい子なの。だから悔しかったんだろうな。娘はガチャガチャしてるからさ。それをどう思ってるか、今回のことで分かったわ。その時は、で、なんて言ってほしいんですか?何しろと?てよう。私の友達なら、それ言うけど、娘の友達の親に、そんなこと言えんわ。絶対面倒くさい子になる。もう担任に相談して仲介に入ってもらえばいいのに。そして子供と担任で話し合えばいい。先生受けいいらしいからね。相手の親がうるさがたなら穏便にするために悪者にされそうかも。担任に両方の話を個別で聞いてもらって、その後担任と子供らで話し合えばいいんじゃない？その際、親の出る幕じゃないと先に伝えれ。先生には言わないつもりだけど、今日帰ってきて様子見て決めるわ。友達はその子だけじゃないし、その子がそういうの繰り返してたらいつかは自分が困るだけだと思うけどね。自分の子からの話だと都合いいことしか言わんよ。その子はその場にいただけって言ったらしいわ。怖くて助けられなかったって。でも娘は一緒になって悪口言った。近寄らないでって手で払われた。って言ってる。子供だから自分の都合しか言わないのはあるあるよね。それは娘もあるかもしれんから気をつけてみてくわ。嫌語から謝ってきたんでしょ?相手の子に悪いことした自覚はあるんじゃん。後から謝られても一度失った信頼は取り戻せない。謝罪って受け入れるかどうかは被害者次第よ。うん。だから、相手は、自分が悪い自覚あって、謝ったのに許してもらえなくてショックで、その親は意地悪なんかしてないのに、ってお子なんでしょ。だから、って言いたくなるわね。やられた方に流行った方の、そんな心の機微なんて、知ったこっちゃないのよ。包丁で刺されて、実は、こんな理由があってって説明されたら、納得できるんかって話よ。被害者には許さない自由もあっていいわよね。最近謝れば許さなきゃいけない、みたいな同調圧力が強すぎると思うわ。相手は、
自分が悪い自覚あって、その親は意地悪なんかしてないのに、っておこ。そもそも、そこでねじれがあって、親には、嘘ついてるんだよなってことよね。まあそんな親なら怖いから嘘言うのもわかるけど、あとは謝ったのが助けられなくて見ててごめん。の可能性も、一応ゼロではないから、まあ本人たち任せよね最後は。